지도해주더니. 자, 이구요. 어이. 敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。いざ。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。ここに拠点を。拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。休む暇はない。行くぞ。この調子だ。無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。この縁談、助けが必要だな。逃がさん。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。休む必要はない。いざ。Ha!
この調子だな。行くぞ。休む暇はないよ。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。やったか。あの縁談、助けが必要だな。獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。ゴニー、頼みます。わかったぜ。巨人、想像してた以上だ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。この調子だな。ここで殺せよ。まま防衛線を維持し続けろ。逃がさん。巨人の進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。なんとかして切り抜けないと。いざ。防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。防衛戦での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思えん。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ
速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。あの縁談、助けが必要だな。あのデカブツ、面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。こののっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。このままでは防衛線を突破される。何としても死守せよ。ベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。ベルトルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい、お前なんかには負けねえ。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。巨人の足を止めた。取った、エレン。やはりそれが狙いか。リヴァイ！くそが。おい、待て、エレン！エレン！
型奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。こんな時に立体機動装置の故障か。アルミン任せましたよ。了解。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。サンちゃん、お待たせします。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。この煙、一番ヤバい時の色だ。行くぞ。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんな、よくやってくれた。兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。